はい六助、えー、です、えー。こんにちは。というか、こんばんは。えこれ、アフレコですけれどもね。えっ、ー、と、皆さん、僕の動画って、えー、どういうものを見てますか えー、アマチュア無線動画でしょうか、えー、鉄道動画でしょうかトラック動画でしょうか、えー、そんな中でね、えー、どちらかどれかというと自分はね鉄道系の動画でね、えー、自分のチャンネルって回ってほしいななんて思ってるんですがどうもねアマチュア無線系動画、えー、見てくれる方が多いようでそしてね、えー、視聴 視聴回数が伸びるのはトラック動画なんですよね。いやいやいやと思いますが、えー、本当は鉄道系動画で回ってほしいんだよな、うん。こればっかりはね、えー、見ていただける方の競技人口っていうか人口とね、えー、なんか、うん、やっぱハウトゥーものっていうのが、やっぱ皆さんブログとかね、そういうものから比べると、やっぱこういうものでハウトゥーをね、知りたいのかな、みたいなね、えー、そんな傾向があるのかななんて、ね、思ってます。ちょっとね、今後の参考にしようかななんて思いますが、お えーっと、海外見えてきましたよ。きれいですね。いやね、私ね、今、えーと、0と1、1と7みたいな間をね、大型で移動しているような、えー、仕事、まあ、気づいている方いるかと思いますがね、してるんですが、えー、こうやってね、頻繁にね、東京に出てきてるんならば、なんでね、無線出てくれないのみたいな、そんな話をね、 最近聞くことも多いんですけれども、今回はね、トラックと無線機のコンプライアンスみたいな、そんな感じの話題なんですが、例えばね、僕がここで無線に出ると、ああ、あいつ、ジェッチャン PRT 出てやがったな、こんなタイミングでしようとしながら、無線やってやがったみたいな話になるとね、昨今、非常にね、あんまりよろしくない。 えーまあ、もちろんね、まあ、うちの会社の場合、うん、特に無線機を乗せてはいかんというね、えー、決まりにはなってないんですけれども、何かあった時にね、えー、例えば、えー、接触事故があったとか、えー、そういう時にあった時にね、えー、携帯電話と同じですよね、無線機を搭載し,たしてた上に、何やら通信していたらしいって話になるとね、非常にまずい。 えー、そういうもんあってね、まあ、全くついてる車がないわけじゃないんですけど、自分は嫌なんでね、特にこうやって動画を上げてるとね、えー、すぐ言われやすいんで、いやね、なんかネチネチ言われましたよね、えー、お前アマチュア無線やってるのかとかっていうとね、ついてねえだろうな、みたいなね、えー、話を言われたことがあるんで、えー、そういうんでね、やっぱ昨今非常にね、えー、無線っていうのはトラックからはね、えー、出にくいご時世になったな、みたいなのはね、感じますね。 あのー、皆さんつけてらっしゃるのはダンプとか、ねえー、ミキサー車ですかね、えー、あれは、ねえー、昔は、ね、アンカバーって、ねまあ、違法局が多かったんですけど、最近は、ね、それなりに免許取っている方が、えー、多いんですが、うんまあねえー、名目上だからラグ中をしているということで、ね、使っているんですけど、あれって業務じゃないのみたいな、ね、非常にグレーゾーンな部分もあるんですが、まあ、彼ら的には。 えそれでラグチューをしてるってことね、無線機積んじゃないと仕事にならないようなね、感じもあるんでね、それってどうよってね、思いますがね、まあまあ、ダンプとかミキサー車にはね、相変わらず無線積んでる車、というか標準装備のまま、今に至ってますけれどもね、まあ私がやってるような一般貨物とか、特にもう、私も言ってる、このルートのね、トラックは、ほぼほぼね、ついてないですね。 じゃあ皆さん何やがってね、あのー、夜潰してるのとかっていうとまあ見ると大概 Wi-Fi ルーターとか、えー、そういうのがくっついてたりしてタブレットとかスマホっていうのがね、えー、1台2台どころか2台3台ついてますね、えー、テレビの他にですね、うん、だからねやっぱ、あのー、今時の皆さんと同じですよ 時間帯になると、SNS のルームにね、えー、ルームというか、まあい、いろんな集まりがありますけれども、えー、ちらほら集まってきて、えーね、夜の時間、基本ね、あまりにも暇すぎるのと眠いのでね、時間潰しみたいなのが、そういう目的で使ってる人がね、多いんじゃないのかなみたいにね、えー、感じますけれども、やっぱりどちらかというと、うん、やっぱ今時ですよ、ねえー、Wi-Fi ルーターとか、スマホとか、 ねえー、タブレットを使って、まあ、そういうもので今時の通信手段をやっているというのがうん昨今の事情ですかね、あとはね、何てとっても携帯電話の通信料金がかけ放題プランでかけ放題になったとっいうのが一番大きいですかね。そういういもものをやっててなくても えー、携帯電話で、えー、直接電話をすればね、ね電話料金気にせずに電話できるようになった、もちろんハンズフリー使わないといけないんですよ、ねえー、一応言っておきますけれどもね、いいですか、皆さん、ハンズフリーを使って、それらの機器、えー、そう運転中は操作をしないと、まあ、それ前提で、ね、話はしてますけれども、えー、そういう感じでね、トラックドライバーの昨今の通信事情っていうのはね、そういう感じになってるのかななんてね、思いますね。 えー、だからね、立ち会った、あのー、原点に立ち合ったって、六介さん、ね、トラックに無線積まないんですかって、すみません。めんどくさい。あとでいちいち言われるのね。 やっぱ、ね、自分のもオートマチックで、えー、いろいろな、ね、電子装備がごちゃ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 あって、一応、取説には、ね、無線とかつけないでくれとかって、ね、書いてありますからね、えー、まあまあ大丈夫なんでしょうけれども、何かあった時にねやっぱり昨今、ね、会社の、ね、コンプライアンスにうるさいんでね言われるんですよで。まずそれがついてるっていう段階で、えー、修理とかになると、うん、疑われたりするんでね、えー、めんどくさい、<laughs> めんどくさいっていうのと、 えー、まあ、再確保もね、えー、そうではなくても、いろんなツールがあって、そっちで十分ね、用は足せるんで、えー、つけてないっていうのがね、えー、現在のね、実情ですかね。 はい、えー、だからね、あとはね、えー、ダンプなんかは昔からアマチュア無線が多かったですけれども、私なんかが乗っているこういう箱車なんかだと、昔はね、えー、違法な c b 無線がね、つ、えー、いてる車がね、多かったですね、えー。でもね、それはね、もうほとんどね、最近見なくなりましたね、えー、一部ではね、まだまだ、うん、残ってはいるみたいですけれどもね。 えー、あのあのね昔の勢いっていうのはどうだったかっていうとね当たり前についてたんですよねあのー、やっぱ連絡手段とか娯楽 結構娯楽的要素がね、強かったように思いますね。僕のね、おそらく10年上ぐらいの先輩は、あ懐かしい、無線やってるって言うと懐かしいね、とかつってね、何、CB? パーソナルみたいなね、話をね、先輩なんかからよく聞きますね。そこでアマチュアっていうとね、えー、ずコっていう部分と、ああ、やってたっていう部分とね、えー、結構いろんな人がいますが、そうですね、だから、うん、そうですね、三曲でしたね、昔はね。どうも、先輩なんかの話を聞くと、ね。僕、リアル無線トラックに積んでた時代っていうのは実は知らないんですけれども、 CB、えー、で思いっきりパワーをかけてる人と、やっちゃいけないですよ、今ね。えー、今も昔もやっちゃいけないんですが、えー、アマチュア無線と、えー、パーソナルとあ、ねえー、とてもとても言えないような内容の <laughs>、えー、ことをやっていた、えー、時代っていうのがね、えーもう、もう相当前ですね、もう10年から前からかな。 え遠い過去になったなみたいな感じがして、いよいよね、最近見なくなったなみたいなのはね、のこの箱車レベルね、一般貨物の箱車ではね、感じますかね。や,やっぱ、やるには、やっちゃいけないんですよ、やっぱりそのアンテナがついてる c b 無線とか、パーソナルとかね。 うん、でアマチュア無線もやっぱり一応ちゃんと、うんまあ、ダンプ屋さんとかねミキサー社なんかはえ免許を取ってやってるっていう名目でやってる方がね今ほとんどなんじゃないのかな。えーでね、やっぱりね違法なものだと現場にね入れなくなったり、えー、非常に仕事がねしづらくなったっていうのもやっぱ一つの要因なのかな。はい、えー、そんなんでね、えー、私のカテゴリー的にはアマチュア無線なんでね。えー まあこういう時はね、こういうシチュエーションで、いよいよ長野に向かうぞってね、これからね、5号線に入って長野に向かうんですが、ワンエリアが近づいてきたら、ローカル局でも呼んでね、ラグチューをしながら帰るっていうのが、まあ乗用車ではね、そういうパターンがね、多いですけれども、仕事中はね、やっぱり最近、うーん、何かあってもいけないんでね、やりづらくなったな、みたいな。 はい、そんなんでね、えー、昨今ちょっとあれにりましたが昨今のね、トラックの無線事情みたいなのをね、えー、今回は、えー、お,お伝えいたしました、えー、おっとうーんだいぶ綺麗だなやっぱねどうもね僕はねこういう都会でねネクタイを締めてねやる仕事っていうのはねちょっとね、えー、向いてない気がするんだよなで六助さんの本当のコマーシャルって何みたいな話になった時にねえ 演芸屋なんじゃないのとかね、トラックドライバーなんじゃないのとかね、はたまた YouTuber じゃないのっていう人が少ないか <laughs>。まあね、えー、いろいろあるんですが、えー。まあね、そうですね、今の夢はね、ゼロでね、ちょっとやりたいことがいろいろあるんですよね。え,ーえ、ゼロエリアで、あのー、クランクアップタワーを建てて、えー、セカンドシャックじゃないけど、そっちを本シャックにしたいって <laughs> いやいやいや、そんなネタもね、えー、一部ワンエリアローカルでね、えー、あいつの本当の野望はそうなんじゃないんか、みたいな。 いやいや、えーそん、そんなことが、ね、できるといいですよね。はい。えー、そんなんでね、えー、今日も、えー、1から0に向かって走ってます。ジェッチャン PRT ポータブル0。じゃあ、ね、ニここは1だ。はい。六、え、助、ー、でした。またお会いしましょう、えー。楽しいハムライフを。さようなら。